おはようございます。7月20日、朝6時です。ジョギングが今日も元気に走っていますと言いたいところですが、元気は実はあんまりないんです。というのも、土日の休日返上勤務を経てですね、今度はまた今日も変則勤務の朝からウニ剥きってやつでしてね、体の方はそろそろ悲鳴を上げておるわけです。なんでジョギングをするんだってね、そんな中に。でもそれはまあ逆に体のためなんですよ。やっとかないと調子が悪くなりますので、どれだけゆっくりでも、今日も走っておるわけです。それではいつもの、もういないかもしれませんが、峰子団長ご覧ください。今のところはぐれた海猫にも遭遇せず、団地の方に近づいてます。だいぶ数減ってますからね。実は昨日も魚釣りをしている最中に、こことは違う海岸なんですけどね、海岸というか港で釣りをしてたんですけど、ウミネコが集団で飛んでいくのを目撃しました。夕方頃です。昨日のウトを助けた動画のちょっと前ですから、5時半ぐらいですかね、ぶわーっと飛び立っていくのを見ました。なのでそんなに数いないと思います。まあもうね、別れも言っちゃいましたしね。さあどうでしょう。あ、行っちゃいましたね。あ、もう全然自由自在に飛べます。まるで違いますね。もうほどもではありません。いました、いました、まだいます。数は少ないですが、ぐっと減らしておりますが、まだいます。のんびりしたメンバーがまだ一人残っています。今までと鳴き方がね、鳴く数が違うでしょ。この前まではもう世にも珍しいというか、こんなに海猫いるとこ他にあんのかよってぐらいの数声だったと思うんですけど、今の数と声は割と普通ですよね。このくらいだったらもうどこにでも見られるぐらいの数なんじゃないかな。はい、他のことはよく分かりませんが、でも少なくとも苫小牧でなら、このくらいの、いやこれよりはずっと少ないか、まだ少ない数なら見たことがあります。
さあ、さあ、飛びつきました。いつもの草っぱらですが、そこにいる数も少なければ、あちらも、はい、取るほどいません。というか、全然いません。沖の方でプカプカ浮いてるのが、ヒナとしてはいるぐらいで。こっちも減りましたね。今大人に追い払われましたね。頑張ってくださいよ。ああ、これ親子だ。子供の方はくれくれってねだってる。でももうただでさえ、巣立ちが遅れてますから、この独り立ちが遅れてます。このヒナは親は冷たく欲がっております。先ほどはつついていました。でもね、もっと激しくつつかないとね、この子はずっと甘えてくるんだな。できないと言います。このお母さんそこまで激しくつつけないと。口元にね、対して一生懸命持っておいた状態、状態で見せてます。決してあげることはしません。あげた。まだあげてますね、餌を。ありゃ、大丈夫かな。ちゃんと独り立ちできるかな、あの日は。もう他は、親からもらう生活はしてないんですよ、ほとんどの日は。親からもらってるのもまだいるな。でもね、旅立ててないから心配ですよ。よし、そしたら私急いで帰りたいと思います。よいしょ、今日はこの辺で切り上げて帰ります。あ、朝から仕事は憂鬱ですね。しかも、なんすか、土日がなかったんで何連勤なんだろう、今日で。いや、もう、わかりません。9連勤、10連勤ぐらいだったから。全くそういうのも数えてないのか。そういうのも、全くそういうのも数えてないのか、バカだな、という感じですけど。私ジョギングバカでございますんで、まあ他のことは気にしてないつもりですが、さすがに9連勤ぐらいは気にします。この後もそう、月火とお休みは別にありませんので、十何連勤するんだろう。本当よくわかりません。それでは皆さん、お体を大事に。私も走ることによって維持してますので、お元気でお過ごしください。ジョギングバカでした。最後までご視聴いただきありがとうございました。ジョギングバカでした。